はい、昭和漫画を語ろうの回でございます。今日もね、速稼塾の久保がお届けします。いつもインターネット、そしてビジネスのことばかり語ってるわけじゃなくて、私もですね、こういったですね、今日紹介するのは漫画を紹介したいんですよね。この漫画のレビューっていうのが最高に面白いんですよ。それがですね、私のこの今回紹介するメイドの日っていうのは、こういったまあ文庫本というのか、なんていうのかね、ちょっと豪華愛蔵版みたいなやつと、こっちのちょっとちっちゃいやつを出てるんですけど、内容一緒です。内容一緒なんですけども、好きすぎて両方手に入れてしまったというね。これがどんな内容かっていうと、まあいわゆるですね、宇宙人が来て、宇宙人と地球人をこうね、つなぐコンタクトマンっていうのがいて、でまあなんかどうしようもない地球と、その地球を悪い方向に操ってる宇宙人と、それを救おうとしてる宇宙人と、その間で、まあ、揺れ動くコンタクトマン、地球人のコンタクトマンの活躍とか葛藤を描いてるんですよね。まあ、内容的にはちょっとね、古いところもあるんですよ。例えばですね、ここ公害を垂れ流してる工場にコンタクトマン、正義のコンタクトマンが鉄槌を下すみたいなシーンですけども、これ日本ではね、昭和30年とか40年代とかの物語なんですよ。でこれが発売されたのが、もうおよそ平成に入る前後だったかなと思うんで、随分まあ時代錯誤だなって気はするんですけども、ただそういうところもね、タイムギャップが面白いのと、あとやっぱりね、高度経済成長の時期ってノストラダムスとか流行ったんですよ。地球が終わるんじゃないかと、豊かになって豊かになって豊かになって、人は精神力をどんどん失っていってですね、そのうちにその便利さにあぐらをかいて、まあ罰が当たるんじゃないかということで、世紀末論争ってのが起きたわけなんですよね。2000年問題とかね、1999とかありましたけどもね、結局何も起こらなかったというのがオチなんですけども、まあ未だに世紀末思想ってのがあったんですが、世紀末思想の頂点になったのが、999年、西暦のですね、1000年前ですけども、それともっとあったのが1999年、こうやってミレニアムって言って1000年に一度来る、下3桁がね、9から0に移り変わる時代に、多分ね、こういうことって起きると思うんですよね。だから今度は、あと2999年になんか世紀末論争って起きるんじゃないかなと思いましたけどね。そんな時までちょっと待ってらんないんで、こうやってメギドの日っていうね、週末本を見てますけども、まあここでね、特徴的なのが、私大好きなのですね、あんまり有名になってないんですけども、このキャンサー白鳥さんですよね、この方です。まあおよそ地球人離れした方で、あの家もですね、実はね、こういう家に住んでるんですよ。円盤型に作られた家、もう変わってますよね。もう 100% この人が犯人だみたいなね、登場シーンなんですけども、結局この人が宇宙人メギテロスっていうね、悪の宇宙人の幹部であって、まあ、地球人を操作してたみたいなオチなんですけども、ただ主人公が最後にお話しするっていうかね、一つの警告を出してくれてるんですよ。正義のために我々はやってきたけども、果たしてこれは正義だったのかなと、すごくね、そこが成長期の私の心には突き刺さりましたね。やっぱりこう、悪を倒して正義を守るみたいな思想は今でも私あるんですけども、じゃあその正義ってのは誰に対しての正義なのかなと、誰のための正義なのかなと。じゃあ悪と、そのね、メギテロスっていう、今回宇宙人が出てきましたけども、メギテロスっていうのは地球人を目的もなく破壊したかったのかなと。そうではないんじゃないか、地球っていう国が欲しくって、まあ、自分たちの生存本能としてですね、まあ、支配欲かもしれませんけども、何かの目的を持って地球人と和解よりも支配を望んだというふうに考えられるんですよね。でメギデロスという宇宙人は、多分地球人よりもメギデロスが優れていると思って、で実際そうだったんで、優れた人種を残すのが、まあ、弱者、弱肉強食か、適者生存の法則ですから、地球側から見れば迷惑な話なんですけども、これ例えて言えば、牛とか馬がですね、おい地球人がまた攻めてきたよみたいな話をしてるのとすごく似てるんだろうなと思ってたんですよね。まあこういう形で私の正義感とかね、平行感覚っていうのはどん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 こう、葛藤とともに養われ今に至るということでございます。未だに悩んでおりますね。一つの絶対軸を設けなければ善悪っていうのが決まってこないということですよね。そしてその絶対軸っていうのも、自分の正義を使ったり悪に翻弄されたりする中で、絶対軸っていうのは変わってくるんですよね。いやー、子供の頃はね、子供意見だったんですけども、大人になると大人意見だったり、男性目線だったり女性目線だったりね、自分肯定だったり他者肯定だったり、いろいろと揺れ動くようなね、そんな感情をこの一冊の本から学ばせていただきました。さあどうでしょうかね。またお会いしましょう。